7月18日の結果です。千葉大会が開幕、春の関東大会準優勝の八千代松陰が初戦を突破、同じく関東大会に出場した千葉商大附属も代表決定戦に進んでいます。長野では 1,2 回戦3試合が行われました。松本工業が5対2で長野工業に勝利、代表決定戦で松商学園と対戦します。 B ゾーンは長野高専と昨年の夏全国に出場した上田西の2校が代表決定戦に進んでいます。岡山では2回戦2試合が行われました。矢掛高校が関西高校に8回コールド、玉島が4対0で新見を下して決定戦に進んでいます。新見高校にとっての最後の夏は2回戦で終わりました。福岡大会では代表決定戦2試合が行われました。福岡大大濠が糸島農業に7対1、4年ぶりの北部九州へ。もう一試合は筑陽学園が9対2で朝倉東を下して、筑陽学園は2年ぶりの北部九州出場です。この結果、北部九州大会は福岡大大濠、筑陽学園、北昇農業、東九州龍谷、以上の4校によって争われます。7月29日、30日の2日間で開催されます。鹿児島では決勝戦が行われました。鹿児島高校が6対3で南春高校に勝利、鹿児島高校実に61年ぶりの優勝です。この結果、南部九州大会には鹿児島高校と南春高校、熊本の海進高校と文徳高校、以上の4校によって争われます。こちらも29、30日の2日間で開催されます。19日は千葉大会と神奈川大会を実施、注目の神奈川ではベスト8が顔を合わせます。